言っとるかって、ね、えすいません、このあのどっから朝早いんだよ、だったら全部解釈してしまう、おー、まあ、だからお前さんはさ、全部そうやって勝手な解釈ばっかりなんだよ、だからみんながド迷惑かかっとんだ、みんなそういうこともわからんと偉そうにさ、みんなは選んでる、同じように体がするね、ほんとやだ、ほんとやだ、ほんとやだ、何のためじゃん、さっぱらからなんかそんな高畑にごめりゃ連れかなかんだ、喫茶店にご挨拶するためでしょうが、そのためにわざわざ今日入れ込んでしょうが、そういうふうにみんなが考えて調整しとる気持ちを全部身に入れるんだわ、あんたいつも宇佐美さんだって一生懸命いろいろ考えてこうやってやってるわけですよ、行った方がいいとか初めてですから、そうだよねって、朝5時に来いとか言われるならそりゃ辛いでしょ、あんた私全部立ちっぱなしで昨日やってるわけですよ、懇親会まで出て、 あなたもだから夜遅いのに迎えに付き合っただろうと思ってるかもしれないわね、だけどさ、あなた私なんか送ってきとるよね、ここまで申し訳ないねと思っとるもんで、ってことはあなたあの後さ、すぐお家に帰って終わりね、私あれから移動しとんねん、あの心よりずっと遠いね、最大限やれないんだったら私はやらない方がいいぐらいだという考えだってことは伝えたいはずなんだよ、明日は眠いなとか嫌だなとか辛いなと思ってやるぐらいだったら別に合流する必要ないから、臨時なんて言っても時間だって別にどうだっていい話だったら無理やりさ臨時終わって合流する、合流するのも別にやる必要ないじゃないですか、ちょっとなんかもともと私の名前入ってもいない、宇佐美さんそこも、そこも自分が本当に完璧に見せてた、もう入ってない、いらっしゃるのがあったんで、もうなんで勝手に、なんで勝手に決めた、スケジュール見ろよ、ちゃんとスケジュール見てくださいよ、なんて言うのだよ、宇佐美さん来ないんですよ、宇佐美さん関係ないわ、宇佐美さんちゃんと入れとるわって言ったって、何見るんだよ、ブルーになっとるわ、ブルーになってましたね、ブルーになっとるわ、宇佐美はそうなんですけど、だからなんで寄らないんですか、いや、駅頭、駅頭だって言ったじゃないですか、私は昨日の夜あなたと別れるときに、あとはいけないですよって、私ちゃんと言ってますよ、ちゃんと言ってますよ。なんで宇佐美さんに泣きつけるの、宇佐美さん全く関係ないですよ。宇佐美さん、ブルーに入ってますよ。いや、緑聞いてくだけなんで。緑なんて私の名前だって入ってないじゃん。だけど、水曜日は来るっていう話だったんで、ずっと。今日は木曜日だ。あ、木曜日。木曜日は明日、明日なんで。だから私、昨日の夜、そう思っとるかもしれないです、はい。こんなに遅くなったから。はい。ね、昨日だって11時過ぎでしょ、はい、だからいっぱいないかもしれませんってちゃんと言ってますよ、いや、人事法人会に行かないかもしれませんっていう、いや、朝の駅とも一緒でしょうか、そんなの朝行かないかもしれませんって、はい、言いましたよ、昨日車降りるときに、あのローソンの前で人事法人会のことだと思ってました、だって人事法人会から合流するんだから同じ話じゃないですか、時間かぶってんじゃん、だからよく見ろよ、スケジュール、はい、ちゃんとそうなってんじゃん、はい、だけど臨時法人会は水色で私が行くことになってるから行かないかもしれませんよ、これセットでしょうか、はい、ちゃんと緑になっとるが私の名前なんか入ってないじゃん、なんで見ないんですか、見ないお前さんが悪いんじゃないですか、はい、スケジュール、はい、みんな共有されてるんですよ、みんな分かってますよ、喫茶店ブルーになってますよ、私8時45分に行ってるじゃないですか、ついてますよ、ついてる、はい、9時15分までいることになったから、はい、だったら待っとれよ、9時15分まで、自分のことだなにあげて、宇佐美さんめちゃくちゃねえんだわ、宇佐美さんちゃんとやってますよ、ここにチラシが置けたから
1階にサチさんちゃんと行ってカジュアルな店ですと店の内容まで聞いてくれ教えてくれてますよちゃんとだからご挨拶に行った方がいいと思うと入れます入れた私もちゃんとそれに合わせては行ったなるほどな何であんた頑張って帰ってくるのいないからっつんだったら電話してこいよ、はい、すぐ答えるんだ怠っとることをね、棚の上にあげてね、はい、何で歌ってたんだろうね。あげとるか、なんで今宇佐美さんにあげとるであんたが偉そうに言う必要があるの。宇佐美さん、何も関係ないでしょ、この朝のことには。そういう風だからみんなあなたとね、喋りたくなくなるの。適当に合わせてる。自分も途中だったことあるんで言ってないだけで喋りたくないんですよ。だったら喋んなよ。喋んのよ。どうか何も喋んないですよ。だったら家でやってくれて、はい、もうみんな言ってるから、はい、家でやればいいじゃないですか。みんな言ってるんですか、はい、言ってます。はい、言ってます、言ってます。言ってます。だから私が再三注意してるじゃん。はい、皆さん今あれを気をつけて。じゃあね、自分じゃなくて、俺も宇佐美に対してそういうの気持ちいっぱいあるんで。あ、そうですか、そうですか。宇佐美さんを連れてきたのはあなた自身です。はい、そうです。はい。だったら責任持ってください。宇佐美さんが悪くない人です。ちょっとみんなそう言ってるわけです。言ってますよ。はい。はい、だから佐藤さんが代表してそういうことを言ってるじゃないですか。ムカプラさんなんか落ちたわ。あんたはいいんですよ。どんな風にやられてたって。あなたの名前は愛さんで済んどるから。こっちの日になってくれよ。こんだけ一生懸命頑張ってやっとんのに。みそかす言われて。はぁ、あ、舐められっぱなしなことされて。どんだけやられたっとんだ。言ってやりたいですよ。でも言ったら ややこしくなるからぐっとこらえとるわけでしょうが。ホームラン連れてきたのはあなたでしょ。夫はダメだって言ってんのも連れてきたじゃないですか。マムシのことも何で勝手に20万なんですか。もっと言ったら中田直だってあなたが連れてきたんでしょうが、あなたが紹介してあなたがそこの五穀神社に来たら三崎さんに会えるよって連れてきたんでしょうが、全部自分を振り返れよ。まず私は相方さんがどこにあるんですか。え、あの何だって言ってみなさいよ。ないよ、あるわけないじゃないですか。私が何をやったんですか。ただ一生懸命頑張ってるだけじゃないですか。今までだって、それは中では私はあなたにごろかつ言いますよ。だってこれが本当の状況だから。だけど私が外に行ってあなたのことを悪く言った試しなんかないじゃないですか。党本部に行ったって、誰に言われたって、国際事務局で島松さんに言われたって、ずっと守り通してるじゃないですか。全部こいつのせいだって私だって言いたいですよ。